18になるよね。うん、違う、やだよね。動いてるときは楽しいね。で、お客さんと喋れるでしょ。そういうときは楽しい。楽しいよ。面白い。お客さんと対話できる。それが一番だよね。サブ、おはよう。はい、おいだよ。はい。よし、仕事出るのよ。はい。よし、よし、はい。はい、はい。はいよ。やるか。ゆき。ゆき、おはよう。はい。あとな。これで閉める。生姜湯です。あ、ありがとうございます。私ここ行くよ。あげあげて。はい。いいの入れないでね。なんだ。まだ見るな。あ？何言ってるか分かりません。
魚をよこせそういうことです、うん、はいはいはい、いいよ、はい、食べるよ。いいだよ。俺は中学卒業式はずっとこれだよ。うん、道はやったことない。もう80になるけどね。生まれは名古屋。まだ住所は名古屋だ。もう長野はええよ。俺は神奈川好きだよ。のんびりしてるしね。ワンちゃんを YouTuber やってる。 YouTuber です。8時頃になるとね、はい、これやってくれてるお兄ちゃんが出てくるんだ。サブ君の動画を作ってる。その方の縁とも不思議でね、うん、サブ君外に言われるんだけど、はい、毎日見に来てたのサブ君を。あ、うん、で私がサブ君のファンみたいな、はい、そうなので、毎日来てるから、ある日私がさ、はい、お兄ちゃんお昼ご飯食べるかって言ったらさ、はーいって言って、お昼ご飯一緒に食べて、はい、それから
ここの子になっちゃった。素直な子でね、用意してくれる。そういうなんかこう、人とのご縁とかいいですね。でもね、うん、ここのね、あのあれはね、雰囲気もいいしね、ほんとあの、知り合うのもね、なんか自然体。ここのお店はね、困ると誰かが助ける人が出てきてくれるの。もうダメかなと思ってるとね、助けてくれる人が。だからこのサブ君の YouTuber でも、ああちょっと売り上げもあれへんしって言ってたら、縁でね、一緒になって。お店はもう代々伝わるような感じなんですか、それとも？いや、代々じゃない。ここを立ち上げた会長さんが亡くなって、はい、で一時はもう会長がいないとできないということで、これになるとこを助けてくれる人がいて、うん、で助けてもらって今がある。めっちゃね。サブ君、お顔見せて。はい。サブ。かわいい寝方してる。うん。大変だね、仕事もあっちだこっちだって行かなかった。私ですか？うん、私はもうそうですね、楽しんでやってますんでね。ほんとあの楽しんでやらないとできないよね。はい、もういろんなところに、うん、いろんなとこ行って、はい、いろんな人と会って邪魔させてもらって。そうですね。じゃあお店はあれですよね、ご結婚してからされてる。そうそうそう、後に結婚して、はい、初めあのパック寿司で、まあこういうプレハブのお店なんだけど、はい、駐車場がなかったもんだから、はい、駐車場もないし、ないとやっぱりお客も少ないじゃない。わーって言ってたらここの話があって、うん、ここまだここは入れなかったのね、肉屋さんがやってたから。だからあの向こうの八百屋の方、いや行こうか、出してこらへんで、はい、八百屋の方へ寿司を出させてもらってて、ここが売り場。あ、ここはこういうなんか、そうなの。ほんで、あの生産者っていうの方が野菜も持ってきてここへ並べる。なんか道の駅みたいな感じですかね。うん、道の駅みたいな感じ、ね、そうそうそう、道の駅の小さいやつ。私はここ八百屋八百屋って言うんだけど、はい、おはようございます。ちょっとシャット持ってきます。はい、市場はどれぐらいかかるんですか？15分、20分やから、ね、それぐらいで、ええ、毎日行くんですか？何に行く？買っても買わないでも買わないよね。全部今日の一番だ。
金は。これは3年ぐらい。これ何杯ぐらい入ってるんですか、渡りが。これ8杯だと思う。8杯、うん、で3000から4000。もう500円、まだいい、まだいい。へえ、全然違うよ。全然違うっすね、うん。つけたばっかりだもん。やっぱ猫がついとらんと、うん、もちろん、うん、あうん、あうん、エンゼルスの大谷翔平選手が2番 DH で敵地でのレンジャーズ戦にスタメン出場。神がかり的な活躍だった前日の勢いそのままに、本日の試合も全打席出塁の大活躍を見せました。大谷選手が好きなんですか。え、大谷選手が好きなんですか。そう、これも面白いよ。ミスタージューン美的といえる状態に入ってきた大谷選手。野球が好きなんですか。そんな中、この試合で対戦相手である大谷選手が取った大谷選手への本当は順調だろうと不安なんだけど、あまりにも弱いもんだからやめた。やりすぎちょっと。これこっちだからよ。これ1200円だもん。1200円、1000円だったもん。じゃあこれ何これ。これ10万違う、20だよ。20か。20です。いくら200円でや、桁。はい、桁。安いぞ。桁。持ってけ。はい、含めこう。家、ベッドの横からこんなの。うまく安く買われちゃった。ありがとうございます。腕がいいからね。ありがとうございます。いっぱい仕入れましたね。これ自分のつけるもん、半分は。半分は売れるだろうと思って。あ、野菜屋さんで。そうそう。売るために、うん、半分は梅干しはつけとるもんね、自分で。またあんまり買ってると終わられるんだよ、うちで。さあ帰るよ。こんにちは。あ、こんにちは。おはようございます。サブちゃんの営業部長されてあるっていうふうに伺ったんですけど。この人が営業部長ですね。あ、サブちゃんが営業部長。はい、うん、僕は平社員です。営業部長の営業部長の部下です。部下さん。はい、そういうことですか。なるほど、なるほど。そうですね。サブちゃんが、まあ、いわば主みたいな。
あ、主ですね。どちらかというと。僕は部下です。はい。はい。ゆきちゃん営業課長。営業課長です。ねえ、ゆきちゃん。ゆきちゃん営業課長。ゆきちゃん可愛いよ、ゆきちゃんね。おはようございます。撮ってもいい？おはようございます。はい、スターになった気分でお願いします。結構たくさんお料理種類ありますね。ある、やることもたくさんある。朝なんか本当戦争だよ。そうですよね。うん。なんだね、あげたじゃん。はい。まだ泣いてるのかね、あんたは。はいはい。はい、おいで。はいはい、はい、どうぞ。よっ、あなた水が食べたいじゃん。え、あー、もうすぐ飲むか、またあおはようございます。おはようございます。
おはよう。お母さんは？何を？だってお父さんサバ食べるぞ。サバ。いや何食べて。ご飯食べるだな。それはそれこれはこれだな。いや食べるんだって。いや食べるよお母さん。食べるや。うん。本当ここお父さんもお母さんもいい人だしね、美味しいよ食べ物が。一回食べるとようわかる。美味しい。うん、美味しい。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はいよ。冷やしてきたよ。ちょうどクーラーがここでシャットアウトされてあったかいから。ああ、そういうことですね。うん、気持ちがいい場所。そう。はい、いらっしゃい。はい、刺身定食を2つ。はい、はいよ。あれやったね、できた。一千万円。ありがとね。はい。ありがとう。はい、写真。はい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 、あの。Thank you.
ス見てたり。1800円のカットコカット1800円のにする、うん、これはちょっと大きいもん。そうだな、2人じゃな、うん、これ1つもらってくわ。こっちにする、うん、1800円の、どれでも、うん、うん、あ、ありがとうね、うん、これでいいや、うん、あ、上手になりますよ、うん、ありがとうね、はい、ありがとう、お世話様、なんだ、うわぁ、なぁ、これがお前、あぁ、分かった、分かった、ちょっと待って、あかん、よっしゃ、何かくれたよ、うん、はい、はい、終わりだよ。あ、美味しかった。ありがとうございます。目が覚める。うん、ごちそうさんね、お父ちゃん、お兄ちゃん、はい、ごちそうさん、はい、ありがとうございます。ほんわかしますね、うん、言いたいこと言って。はい、どうぞ。わあ、いいですか。わあ、ありがとうございます。なんかよく煮えすぎてるけど、お二人は何時ぐらい行ってるんですか。私は4時ちょっと前。4時ちょっと前。仕事の量も結構多いじゃないですか。疲れないですか。疲れるよ。疲れます、やっぱり。それでも頑張る。仕事やる。3時まで。3時までやって片付けて帰る。で、片付けてあくる日の支度して。だから大将も大概10時頃じゃないかな。10時、夜の10時頃。ここにいるんですか。ここにいる。10時だ、夜の10時。え、長いね。長いですよ。朝4時半ぐらいに来て、夜10時ぐらい、仕事が好き。やっぱり動いてる時は楽しいね。で、お客さんと喋れるでしょ、はい、そういう時は楽しい。話もね、何やっとるのって感じで喋るから。50年ぐらい仕事してるってこと。もっとしてるよ。中学出てそれからずっとだから。65年間。さあ、本日残念だ。ああ、暑い。大丈夫、疲れないですか。ん、疲れないんですか。うん、そうだね。楽しいよ。楽しいですか。うん。仕事をしてるときが一番楽しい。楽しいな。仕事とサボタンするときが一番楽しい。しんどいなとか思うことってないんですか。仕事ではないね。精神的に悪いときある。仕事はそんなしんどいと思ったことない。うん。楽しくて。面白い。面白い。うん。やっぱ割るとき一番楽しい。ははは。お客さんと対話できるです。うん。あ、そういうときですね。うん。お客さんがいっぱい多いときは好きですか。そうだよ。またそういう時は話ができない、次は次へと。お客さんは変わるしね。うん。びっくりしてるのは嫌いです。そう、あんま好きじゃない。
この商売やってるじゃそうじゃない、みんな確かそうですね、うん、忙しいのは幸せです、ね、そう、楽しい、うん、でも人との触れ合いですよね、うん、そう、ね、うん、それが一番だよね、うん、お客さんとね、こうやってやるようになるのかね、こんな仕事は珍しいけど、うん、でも自分は楽しいもんね、うん、